あれ今箱とか箱物とかおかしいねやっぱり。あ、ウェイスちゃんこれ戻しましょう。あ、あまりこう、おかしいもんね、ここだけど。TBS あった。じゃあそれで押してください。いや、これすごいなと思って。焦りチック焦ってるな、焦ってる。ちょっとここで暴れるとなると怖いですね。怖すぎて言われますかね。破裂したぞ。あ、思わず暴れちゃった一緒に。なんだこれ。グッとやってガッと打つとかで、このなんかタイミングとかなんかが長、それでみんながこうグッてこう、その間でみんなガッて一回逃げちゃえば、はい。なんか実際に壊しちゃダメっていうのとかが本物のお店だったんで、それがちょっと怖くて、あと本当反射神経もないので、本当に人に当てちゃったらどうしようと思って思いっきりやったら本当に当てちゃった。エキストラのあのオタグの方にあっつって言っててすいませんでしたつってすぐに謝る。はい、まあ、当てる気でやっちゃってください、はい、絶対よけますね、はい、お願いします。それ大丈夫です。大丈夫です。中もう2枚ぐらいびしょびしょ。バット振り回したり、血を流して死んだりとか、初めてのことが多かったので、すごい勉強になって面白かったですね。はいはい、はい、じゃあはい、それピクッピクッって動いてる。はい、よピクピクッ。よりからですむこってこのワイドで引き上がってでこっちに振り返るまで、たんですか。いやごめん、ずっとジュリだと思ってた。違いますよ、ジュリじゃないですよ、ジュリはこうじゃないですかってモノマネやってます。いや、そんなのどうでもいいんだよ。あのさ、店員からの連絡は？
そうです、ね、いやないですよ、そちらは。いやそれがさ来ねえな、おかしいよね。ちょっと念、ねね、のためにあの貯金箱は確保しておこう。うるせえ、どうもう預けろよ、いただ明太子じゃん。これ最低のマナーだよおかしい、念のためにあの貯金箱を確保しよう。もううるさい。オッケー。はい。安い。はい。この辺だったよ、ね。私の口の中。はい。携帯。監視に本当に入れてみて。手を洗わせてください。大丈夫ですか。大丈夫。何してんの。何違う。この人誰。違うあそこ買うときにあそこ買うところ俺映るじゃん。そんなうまい棒だらけだったら面白い。はい、次行きますよ。ここに本番、用意。はい。あ、何です。薬をやってる女の子っていうのでやったことがな、やったことないというか全然本当経験したことがなかったのですごく新鮮で、ちょっとどんなんだろうってすごい不安もあったりいろいろあったりで。お薬は届きましたか、水木さん。大丈夫、僕たちは仲間ですから。でも衣装とか全然思ってたよりあの女の子だったんですごいびっくりはしたんですけど、でちょっと恥ずかしかったんですけど、今はもう全然着慣れて着心地がいいです。はい、アキラ入ってきて、アキラ入ってきて薬やってて、今こっち見て入ってきて何やってるの。メイドさん、メイドさんやったんですけど、どうですか。色気ムンムンでしょ。何ですか、何ですか。いや、まあそんな未経験なことをいっぱい体験させていただいたんですごい楽しかったです。映ってる映像を見るのはやっぱりまだ恥ずかしい。本当ですか。雇ってもらえそうですか。あ、じゃあ、あの、食に困ったぜひ、お願いしようとこうかな。向かい合わないで怖いから。秋葉原、アクトディープ三条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 あ、秋葉原、アクトディープ三条せーのじゃあ。はい、か。はい。なんで出ない。なんで出ないの。ちょっと。じゃあいい声で。はい、では、はい、お疲れ様でした。あっという間でした。本当に秋葉原での撮影初めてだったんで、なんか普通に電気街とかいろんなとこ行くじゃないですか、もうそれだけでも楽しいし、あの同世代が今回多かったんで、すごい撮影自体が楽しくて良かったです。今日はここ秋葉原から完全生中継でお送りします。うんうん、あ、萌え萌えなりよー、クモパンちゃん、てれるにゃん、あ、どうも、あきら最高。え、レポーター役だったね。そうですよ、私アナウンサー役が多くて3回目なんですよこれで。まあまあ次またアナウンサーがあった時はもうぜひぜひよろしくお願いします。なるほど、私で
はい、くのあきこで、くのあきこでいいですか？そっか、はい、楽しかったです。そうですね、だいたいなんか渋谷とか新宿とか行っちゃうじゃないですか。でもなんかこういう風に撮影できていろんなとこを回ったのって初めてだったんで、あ、こんな秋葉原って面白いんだなと思って。男の子がよく電気街に行きたいって言うじゃないですか。なんかその気持ちがすごい分かったんで、なんかいい場所だなってことを知れたことがすごい嬉しかったですね。お疲れ様でした。はいはい、久保さん、どうしたんですか？一体疲れてるんですよ、久保さん。え、大丈夫、レミさん、あなたには不倫なんて似合いません。え、私広川さん前にもストーカー役あるんです。そうですか。いつもストーカー振られてうざいコピード。三回目の共演だね。三回目ですね。そうですね。舞台二回と。はい。オッケー。じゃあ広川さん、これをもちましてオールアップになります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。とても楽しかったです。僕はレイちゃんのストーカー役というのは舞台に続いて2回目です。本当はストーカーじゃありません。ありがとうございました。降ってないよ。了解です。雨は降ってません。降ってませんよ。はい、ちゃんと雨対策してもらわないとレースの意味がね。クロープなんかやっちゃおうぜ。クロープ、ああ、秋葉原アットディープ。俺腫れちゃいました、ここ。あれ何ですか？虫歯で。もう雨降ってね。100% 帰りたいですね、みんな。普通にやるとまたなくていい。でもバスに置いとくなって。まあ、はい。分けてる感じです。よし、みんないきなりよ。くらえ、ガチャポンクラーシュ。痛い。わかります。すっごいわかります。